皆さんこんにちは。上下を濃いブルーの装いでまとめられた佳子様が、5月に公式訪問されたギリシャの思い出を振り返りつつお礼を述べられました。9月26日、佳子様は秋篠宮邸を訪問した。同国のケファロヤニ観光相と笑顔で談笑されました。この日の佳子様の装いを見て、皇室担当のある記者はこう語っています。観光省との面会だけではなく、9月22日に鳥取県で開かれた手話パフォーマンスの全国大会に出席された際にも、佳子さまは濃いブルーのジャケットとスカートをお召しになっています。この色使いは雅子さまが皇太子妃時代によく装いに取り入れられていたロイヤルブルーに近いトーンのものでした。実は最近、佳子さまの装いについて雅子さまのようなテイストを感じる、紀子さまがお召しにならないビビッドな色合いが増えたという声をよく聞くのです。佳子さまのお召し物に現れているという雅子さまとの共通点とはどういったものなのでしょうか。ファッション評論家の石原裕子さんは次のように話します。佳子さまはギリシャでアクロポリス博物館を訪問された際、白いジャケットとインナー、細めの白のパンツにヘアスタイルも後ろで小さくまとめられた装いでしたが、私は見た瞬間にこれは雅子様テイストではと思いました。また全日本ろうあ連盟に通勤されるご様子が報じられた時の黒い半袖のブラウスに細身のタイトスカート、黒の大きなトートバッグを持って歩かれるお姿は、かつてロンドンの街を歩かれていた雅子様のお姿を彷彿とさせます。女性皇族が装いやなさりようといった部分で皇后をお手本にされる古くからの伝統はありますが、佳子さまならではの事情もあると宮内庁関係者は指摘します。園遊会などで皇后陛下や妃殿下方が招待者と笑いながら会話されるスタイルも、実は令和となってから見られるようになったように、日頃の細やかな所作や装いは女性皇族は雅子さまを基準となさっています。しかし昨今の佳子さまは雅子さまを深く敬愛なさっているようだと話す職員の声をよく聞きます。確かにご公務で子供たちに微笑みかけ、目線を合わせて優しくお声掛けされるご様子には、長年雅子さまがなさってきたスタイルに通じているようにお見受けします。佳子さまのこうした雅子さま流への傾倒の陰には、紀子さまとの微妙な距離感があるのではないかという声も。紀子さまと佳子さまが源氏物語をテーマにした刺繍展を9月10日に鑑賞された際、親子で目を合わせる場面はほとんどなかったと一部で報じられ、波紋を広げていました。先日58歳のお誕生日に際して公表された文書で、紀子さまは自分も娘に刺激を受けたり学んでいるとまで綴られており、親子関係が良好であることを改めて強調されています。ただ親子お二人でのご公務が約5年4ヶ月なかったことで、憶測が広がっていることも間違いありません。かつて眞子さんと小室圭さんの結婚を当初は歓迎し応援されていたはずの紀子さまが、小室家の金銭トラブルが明らかになると結婚に消極的な態度を示されるようになったことがありました。紀子さまがご姿勢を一転させたことに対して、姉の結婚を後押しされていた佳子さまは強い戸惑いを感じられていたそうなのですと話すのは、前室の皇室担当記者。さらに紀子さまが主導されている悠仁さまの大学ご進学について、佳子さまも違和感を抱かれているというのです。そして前室の宮内庁関係者は、提携校進学制度を利用した筑波大学附属高等学校へのご進学、国際昆虫学会議への悠仁さまのご参加、いずれも東大ご利用しなどと猛烈な反発が広がりました。ご公務で各地に足を運ばれ、数多くの国民と接する中で秋篠宮家への逆風を佳子さまが意識されていないはずはないと思います。ご公務への望まれ方をお見受けしても、秋篠宮ご夫妻とは若干異なるスタンスが感じられるのは、こうした皇室家が直面する現状への危機感が現れているようにも思えるのですと話します。秋篠宮様は、
ご公務は受け身的依頼を受け、意義のあることならその務めを果たすというご姿勢を皇嗣家のご公務への基本姿勢とされてきました。秋篠宮ご夫妻は中立性や公平性を重視されているのでしょうが、佳子さまにはもう一歩踏み込んだご姿勢を感じています。佳子さまはジェンダー平等に関する積極的な発信を繰り返しなさっています。さらに紀子さまから引き継がれた聴覚障害のある人々に寄り添われるご活動で、高いレベルの手話を用いながら式典でのスピーチやご交流に臨まれていることには高い評価が集まっています。こうした積極性は雅子さまへの共感に根ざされているようにも感じています。雅子さまはご成婚前から児童福祉施設で生活する子どもとのご交流や、国内外の恵まれない子どもたちへ寄り添われるご活動を続けてこられました。ご公務や私的なご活動でも積極的に国民に寄り添うというご姿勢が一貫している雅子さまに、佳子さまが敬愛のお気持ちを深められていても自然なことなのでしょうと前室の皇室担当記者は続けます。服もご公務も秋篠宮家流とは一線を画していかれるのでしょうか。雅子さまカラーも出しながら、佳子さまは独自の道を歩まれていくのかもしれません。佳子さまの服装についての報道がもう一つありましたのでご紹介します。9月21日鳥取県を訪問された佳子さま。今回の訪問は翌日に米子市で行われた手話パフォーマンス甲子園に出席するためのもので、その前に鳥取県の各所を巡られました。同日11時ごろ米子空港に到着された佳子さまは、ターミナルに集まった100人余りの市民に笑顔で手を振って応えられました。空港を出ると地元出身の写真家上田昌司氏の美術館に訪れ、副館長の説明に耳を傾けながら写真をご覧に。その後米子市にある障害者支援施設へと向かった佳子さまは、知的障害を持つ人たちで作られた音楽グループの演奏を楽しまれました。演奏に合わせてマラカスを振られていた佳子さまが、演奏が終わると皆さんの思いがよく伝わってきましたと声をかけられる場面も。鳥取県の各所を訪れた佳子さまはベージュのトップスの上にベージュのジャケットを羽織られていました。さらに同色のロングスカートをお召しになり、ブラウンのバッグにハイヒールという秋らしい色味の装い。髪の毛はアップスタイルで、材質の違う木材がストライプ状に並んだバレッタを後頭部で留められ、耳元には同系色の木片が組み合わされたスクエア型のイヤリングをつけられていました。この2つのアクセサリーについて、鳥取県日野郡にある工房白谷工房は22日インスタグラムで、佳子内親王殿下にイヤリングとバレッタをお使いになっていただきましたと報告しています。同工房のウェブサイトによると、バレッタは税込み4,350円、イヤリングは税込み4,950円だそうです。ベージュやブラウンでシンプルにまとめられた佳子さまの秋らしい装いに、ネットでは反響も多く、X でも多くの声が上がっていました。佳子さまの服装の変化に皆さんはどう思われますか？ぜひコメントで教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。